あんたはどう思う？仲間の死は無駄にはしない。あなたはどう思う？大丈夫か、アルミ。うん、さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないで、アルミ。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ？ああ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いいよ。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも
兄には注意した方がいい。調子はどうだ？つかの間の平穏か。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。みんな頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな？小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか？今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい？そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか？オルオ、何か言ったかい？何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。さあ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。物足りない。見せてあげる。ハンジ分隊長、こっちに強い巨人がいるのかな。
巨人がいるね。こんにちは、遊びできたよ。行くわよ。これより目標に向かう。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、敵害調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい？分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。逃げちゃダメ。ハンジ分隊長、お願いします。始めましょう。見せてあげる。逃げちゃダメ。これでいいでしょ。よし、討伐完了だ。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。ハンジ分隊長、あなたにお任せします。了解。生け捕りにできれば最高なんだけどな。よろしくね。俺も行く。私についてきて。同行しよう。片付いたね。ここに立ててほしいの。分隊長、その方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。あの深淵団は一刻を争うようです。行く。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな？ナナバさん！よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移るそうだ。どうもありがとう。見せてあげる。さっき作ったのは呼吸支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。ねえ、早く前線に行くよ。どんな子たちが待っているか気になるだろう。
補給完了ね。逃げちゃダメ。ハロジンの群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。始めましょう。よろしくね。了解だ。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。あれは救援要請、急行します。これでいいんでしょ。やるな、俺も負けちゃいないぜ。新兵にしてはやるようだ。頼んだわ。分かった。はっ、始めましょう。行くわ。お前は新兵のおもりだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。ここに拠点を作りましょう。あそこで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。役立ててくれよ。拠点を作ってもらえる？ここに立ててほしいの。ダメ。ハンジ隊長、見せてあげる。了解。行くの。
始めましょう。グルガンさん、お願いしますね。どうでしょう。はしのぎ切ったようだ。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについて行こうか。ハチ部隊長、アリバイ加勢しに来たよ。メガネ、なんでお前がここにいる。行く。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。見よう、新手の巨人が来ているぞ。面倒だな、さっさと片付ける。ダメに決まってるだろう。
あげる。ヤージ分隊長、あなたにお任せします。了解。逃げちゃダメ。お願いしますね。向こうだ。それ行くわ、見せてあげる。ハンジ分隊長、うん、あなたにお任せします。分かったよ。完了したな。
とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとお前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体起動術はかなりのもんだが座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。うるせえ、そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。よお、お前は分かってくれたか。やっぱ俺天才だよな。うんうん、よし見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな、俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。
応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。やりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。はい、兵士というより狩人みたいで素敵です。時間をかけて獲物を確実に追い詰めるような感じですね。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。ええ、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ、もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。俺だって分かってるって。あー、どうしたらいいんだ。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。困りましたね。そもそも私、人に説明することが苦手なんですよ。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから、私自身気配の感じ方は
子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか？ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。急がないと本当に暗くなってしまいますから。やってやる。しばらく何もない。やるわよ。もんだな。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブブ、あの話を知っていますか？なら、教えてあげますよ。少し前に、同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのはジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サシャ、なんでお前がその話を。言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。うるせえ、何もしてねえよ。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。やるぜ。楽に越したことはねえ。は？酒が足らんわい。
感謝する。油断は禁物だ。引き受ける。始めるぞ。救援要請を確認。直ちに急行する。了解。なかなか頼りになる奴のようだ。見せてあげる。頼んだわ。了解だ。くそ、押されてやがる。拠点を作ってもらえる？お前に世話を焼かれるとはな。どうしたリヴァイ、らしくないミスだな。新兵の手に余り、やるか。お願いします。それそれ、行くわ。よろしくね。了解。始めましょうか。ステーキだった。
戦闘開始の時間だ。救援要請か。私が行こう。素敵だった。ここに拠点を作りましょう。新兵のお前に助けられるとはな。苦戦してんのか。行ってやらないとな。よろしくね。一緒に戦うよ。さんの役に立てたなら命を張った甲斐がありましたよ。拠点を作ってもらえる？始めましょうか。救援要請か。行くぞ。逃げちゃダメ。あれはヤバそうだな。お願いしますね。始めましょう。任せとけ。見て分隊長、あなたにお任せします。ああ、逃げちゃダメ。いや、頼んだわ。了解だ。従う。また来てね。何か提案があるのか。どの任務を引き受ける？いいものが揃っているよ。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。前線が私たちの仕事場だ。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士のし。
の訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんねえ。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配。だから俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いしさっさと休もうぜ。やれやれ。やるわよ。化け物に殺されるなんて嫌よ。なんですって。よ、何見てんだ。今ミカサのこと見てたよな。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよ。じゃん、ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当に
ごめんなさい。お母さんに会いたい。いつか昇進してみせる。何ですって。いや、揃っているよ。また来てくれよ。こんにちは。初めて一人前だ。お、珍しいな。お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そうか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。それで、なぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんでな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。な、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ、俺も見習いてえな。